交代で嫌な流れを断ち切って自らに流れを引き寄せたいところです。後半戦キックオフ、イライ・ゴメス、バレンシアガ、アンデル・イトゥラスペ、ここで攻撃を止めます。ジョルディ・アルバ、ピケ、これはダニエル・アウベス、ここでシュート、ボールを蹴り出したい。バルセロナのボールでスローインです。チャンスは終わりません。選手がピッチに入ります。シュートに行けるか、前に出しました。ボールをダッシュ、寄せが早い、アドリス、イライ・ゴメス、ベネト、バルセロナにファールがあったようです。今のファールにカードが出されます。ベネト、このボールはキーパーへ。サンホセ、エメリック・ラポルト、バレンシアガ、イライ・ゴメス、中への突破は許しません。ラキティッチ、これは来た、入った、ゴール、さあ堀池さん、これで点差はあと1点というところまで来ました。はい、このまま流れを完全に引き寄せてあと 1,2 点いきたいところですよね。違うアングルから見てみましょう。決めましたね、バーに当たってますからね。あれだけギリギリを突かれるとちょっと防ぐのは難しいですね。アンデル・イトゥラスペ、イライ・ゴメス、このプレーはホイッスル、ビルバオにファールがありました。ジョルディ・アルバ、さあ折り返した、副審がコーナーフラッグを指します。ジョルディ・アルバ、体を当てて取る、奪った、ラウル・ガルシアのところに行きました。デマルコス、サイドからサイドへ、この動きがスサエタです。デマルコス、うまくボールを動かしています。非常に綺麗なパスワークでしたが、ここはボールをキープできません。アンデル・イトゥラスペ、ここにはイニエスタがいました。
いい形でゴール前まで持ってきました。スローインでの再開はバルセロナボールです。ジョルディ・アルバ、トゥラン、ベネト、バレンシアガ、ベネト、デマルコス。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。観客のボルテージは最高潮に達しました。ホームチームにとって大切なプレーとなりそうです。そうですね、西岡さん、このチャンスをものにすれば流れが大きく変わります。さあ、チャンスを生かせるか。ここにいるのはネイマー、ラキティッチ、アルダ・トゥラン、シュート。このボールはキーパー。そうですね、イトゥラスペ、スサエタが行きます。アドリス、堀池さん、パスをつなぐことでしっかりとゲームをコントロールしているように思いますが、いかがでしょう。そうですね、しっかりと意図を持ってパスを回していますね。ゲームを作ってますよ。激しくぶつかっています。ボールはどうだ。ヘッドで狙いましたが、これは浮いてしまいました。まあ、当てるのがやっとでした。難しい状況でしたよ。ジョルディ・アルバ、ネイマールが抑えます。2対1のまま試合は終了です。敗戦スタートとなってしまいました。堀池さん、初戦を負けてスタートというのはどういう感じなんでしょうか。はい、スパッと切り替えることが重要ですよね。これは来た、入った、ゴール、バルセロナ。